どうもこんにちは、セドハンです。虫あれだこの辺に。今日はですね、僕は大変だ。今日は、山手線のなんかジジイの街に来ました。巣鴨でね、やだ、まあ、俺はお家に帰りたいの、上野じゃない、大宮ので、大宮まで僕は池袋経由で帰ると。で、この人はなんか帰るんじゃないんだけど、田端にね、田端経由で大宮行くと。どっちが早くね、大宮に行けますかっていう話なんですよ。で、次は42分発がね、1番、2番線、どっちも、同発がね、来るので、その電車に乗ってね、行きたいと思います。さよなら。1番線に上野。というわけで、まあ、どっちが早いかね、また大宮で会いましょう。駅名表取ってねえや。やばい、この駅名表あった。巣鴨製造してるんだ。ここに福島県産って書いてあるの。ディズニーだ。ディズニーキャストアルバイトあるんだ。池袋に着きました。乗り換えますかね。次乗り換えるのは最強快速セール乗っちゃった方が早いですね。快速が来れば、次がキーですよ。早い。国難ですね。あ、これアメリカじゃない。
便っていう字は。ちゃん置いてくれ。なるほど。足が乗ったぜ。三田橋ってそんな降りないんだよね。新幹線北乗り換え改札口にやってまいりました。ここは潮汐判定地区との待ち合わせ場所なんですが、ないですね。残念、ディアチの負けです。優雅にじゃがりこを食べていきましょう。
今回ね、まあでも意外と 2,3 分差か、意外と池袋の乗り換えが、まあ、3分、まあ、5分ぐらいあったから、まあ、圧倒的に時間が違うわけでもないし、まあ、時間によっては、まあ、いわゆる埼京線が来る時間がもうちょっと遅かったりとか、まあ、乗り換えもちょっと悪かったら、まあ、また別のルート